近鉄不動産がクラスター株式会社とともに構築したメタバース空間バーチャルアベノハルカスをご紹介します。こちらは天芝エリアです。近鉄不動産が管理運営を行っている天王寺公園エントランスエリア天芝をメタバース空間に構築しました。こちらが天芝イーナ天王寺動物園です。天芝城に空飛ぶ車を再現しました。近鉄特急火の鳥に乗車し、次のエリアにワープすることができます。続いてミドルフロアです。こちらではアベノハルカスで事業を行う近鉄グループ4社がブースを設けているほか、今年の7月20日にオープンしたリアルのアベノハルカス17階の多目的エリアソラノスを再現しております。近鉄不動産ブースです。こちらでは実際に社員がアバターとしてお客様にメタバース空間内の紹介をしています。さらにローレルタワー栄筋本町の 3D 模型を設置しております。10月にはパターゴルフの体感ゲームを搭載いたしました。近畿日本鉄道ブースです。こちらは大阪阿部野橋駅の改札を再現したものになっております。沿線の風景をお楽しみいただけるほか、バーチャル上でしか購入できないアクセサリーも販売しております。近鉄百貨店ブースです。こちらでは近未来のバーチャルとリアルが交差するスペースをテーマに構築いたしました。バーチャル上で実際の店舗で販売するグッズ購入やイベント情報発信を行っております。大阪マリオット都ホテルブースです。こちらは天空のルーフトップバーを表現しました。実際のホテル内のバーで提供されるカクテルの紹介を行っています。続いて展望台エリアです。リアルのアベノハルカス展望台ハルカス300を忠実に再現した空間で、リアルと同じく360度に広がる圧巻の夜景をお楽しみいただけます。エリア内にはイベントステージを設置しております。音楽イベントやコミュニティ創出の機会を設けたイベントを開催しました。リアルと同じフォトパネルで写真撮影もできます。近鉄観光特急しまかぜに乗車し、天芝エリアにお戻りいただけます。続いてハルカスバーチャルサーキットをご紹介します。最大4人で白熱のレースをお楽しみいただけるこちらのエリアは、毎日ベストタイムに挑戦するユーザーでにぎわっています。最後に10月27日から31日にかけて開催した
ハロウィーンイベントの様子を紹介します。VTuberの音楽イベントを開催いたしました。ハロウィーンに合わせてバーチャルアベノハルカスと同じ都市連動型メタバースであるバーチャル渋谷、バーチャル大阪と行き来できるようになりました。バーチャル渋谷ではスクランブル交差点にバーチャルアベノハルカスのブースを設置。バーチャル大阪では大阪城の背後にアベノハルカスがそびえ立ち、バーチャルならではのつながりが生まれました。バーチャルアベノハルカスは